で今仙台に来てんだけど、何してるのかというと、これから、福島の方に、行くということで、福島に何をしに行くのかというと、オフ会、久々の、2年ぶり3いや1回目かな2年ぶり1回目くらいかな2年ぶり1回目くらいのオフ会しに、どういうことで会いに行くのかっていうと、向こうがねやっぱ会いに行きたい、会ってみたいっていうから、ちょっとね時間を取って、結構メッセージこうもらってたから、会ってみようかなって思った。ただいまね電車待ちという電車がまだ来ないんだね。あそこに止まってる電車が、山形行き快速山形、目的地、到着、やっと着いた、自宅から6時間くらいかかった。いや遠かったね。ということで、いや昼飯も食べてないからもう腹減ったわ。いやこっからそうですよ、これはどこに入れればいいの、これ切符は。これいやこの箱にポイって入れておけば多分大丈夫です。ちょっと初めてだからさ、動画のありがとうございます。おお、よろしくお願いします。こちらこそよろしく。一つあるのよ。おでそれがじゃじゃーん。マジっすか、マジっすか。いいっすかこれ。俺使えないんだよ。あ、そうだね、そうだね、俺アンドロイドだから。で俺そもそもアンドロイドだっていうことを把握してたから、そうしないとこういうの買ってきた。あ、使えるよね、大丈夫だよね。使えますよ全然。あ、よかったよかった。あ、これはもうガチでサプライズだったからね。いいものもらえた。サプライズ大成功。将来ウーメに入って、YouTuber になるっていう夢とかはない。ない。残念ない。それは。いやでも趣味でやる可能性、YouTuber はないけど YouTube を撮るっていうことは趣味である可能性はある。おお、じゃあいいね。趣味とかで別に再生回数とか登録、小さいお友達にぶつからないように注意しね。ちゃんとひらがなが入ってんのに、こっちにはひらがなが。ツッコミどころや。コラボでも撮る。そうっすね、これが一番手っ取り早く。せやな、そう一番手っ取り早いのがそれ。なんかやろう、なんかやろう。もうそのキリトしかない。キリトじゃない、キリトキリトやば、キリトボスとか怖いんだけど。今考えて何されるか分かる。即死2、3ターンで即死。2、3ターンでもうストリーム会場終わる。シャキ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 って多分あれだよ。ボーゲルクダウンしても多分死なないんだよ多分。強すぎだろ。無弱点めっちゃバベルの3分の1ぐらいで死ぬ。死ねないえ。サイズが合わない。6時間かけて福島県にやってきた。ついに、そろそろお別れの時だ。福島から約1時間ほどかかって、仙台に到着したということで、これ、泊まるホテルに、向かいたいと思う。はい、とりあえず、今日、泊まるホテルに、とりあえず、やってきたんだけど、今日泊まるホテルが、
まあ、結構いいとこなんだよね。ここ仙台なんだけど、結構めちゃくちゃいいホテルで、めちゃめちゃいい。うん。何がいいのかっていうと、まあ、こんな感じで、2人ベッドっていうか2人用の枕が結構あって、こう寝心地が結構いいんだよね。まあ、だから結構ね、寝心地的には結構いいね。で今回は、とりあえず、チェックアウトマシギリギリなんで、ちょっと急いでるんだけど、これから、駅に行って、駅に行って、まあブラブラしたいと思う。それでは駅へ。さて、ホテルを出て、とりあえずどこに行こうか迷っている。せっかくの久々の2年ぶりの福島県出張なんで、まあ、公開に公開しようかなと思います。2年ぶりの、福島県の出張も間もなく9時54分の新幹線で、僕は、帰ろうと思います。仙台といったらこのやっぱ牛タン弁当だよね。いやこれは本当にマジでうまい。この牛タン弁当を食べて、動画は後半に入ろうと思います。すごく大変なことだっていうことを今気づいたんだけど、それが何だっていうのが言うと、駅に入るには入場券というものが必要だと思うんだけど、その入場券というのが、どこかで落としたっぽいっていうのが今気づいて、今ないんですよ。それで入場券がなくて、駅から出れないっていうことを気づいて、すごく今すごい大変なんですよね。どうしたらいいのかもう迷って頭の中が真っ白という、これはすごいね、伝説だわ。もうなので駅員さんに聞いていこうと思います。
部屋に荷物があったのを、2袋くらいに、まとめてもらいました、仙台の人めっちゃ優しい。おい見ろ、旅は間もなく終わろうとしている、あと1時間で、無事に自宅に帰ります、すごく、いい旅だった。2年ぶりの出張の旅でした。あと30分ほどで、僕の旅が、終了となります。いやー短かったのか長かったのかっていうと個人的には長かった。体が疲れてるから長かったなと感じるのかな。いい旅だった。それでは新幹線を待ちたいと思います。